ニューヨークピラティスビデオポッドキャスト、キャサリンです。キンバリーです。今日のエクササイズはボスを使ってポートブラ1です。まずボスの前に座って、自分の体とボスは5センチから10センチまで離れてください。それは上半身の長さに対して違っていきますから、ゴールは仰向けに寝ると自分の肩甲骨はそのてっぺんとなりますから、それをベースで自分の距離を決めてください。じゃあ骨盤の真上に座って、だから座骨の真上に座って、骨盤はニュートラルです。自分の腕は自分の首を支えてスタートしてください。もちろん肋骨は締めています。息を吸って準備、吐きながら自分の体重を後ろの方に移動して脊柱を丸めて、そしてボスの上に脊柱を伸展して、そして吐いて顎を引いて、肋骨は腰骨の方に近づいて、座骨の真上に戻した上で、そして徐々に起こしていきます。はい、また行きましょう。吐いてロールダウンして腹筋を使って、そしてここで肋骨は少し開きますけれども、余計開くことはない。そして顎を引いてロールアップして、座骨の真上に座ってから起こしてきて、じゃああと1回やりましょう。吐いてロールダウンして、とてもスムーズな動きです。息を吸って、そして吐いて顎を引いてロールアップして、座骨の真上に座ってから息を吸って、徐々に起こしてきてください。はい、それはポートブラ1でした。もし私たちの養成コースかニューヨークスタジオについて興味がありましたら、 www.pilatesonfifth.com までお問い合わせください。